中山香織です。この動画ではトリトン走破の様子をお届けいたします。まず本命に選んだのが12番のブリザフレスカです。前走の名古屋グランプリは相手が強かった点を考慮すると度外視できそうです。これまでにゴールド走破優勝をはじめとする数々の名古屋競馬の重賞で前線したレース内容からも今回は頭争いになると判断して本命に選びました。続いて対抗に選んだのが7番の広重ウェーブです。前世紀の勢いには及ばないものの名古屋競馬では安定した成績を今も残せており、展開の助けは必要となりそうですが、馬券圏内で考えると面白い馬なので今回は2番手と高く印をつけたいと思います。次に3番手以下に選んだのが8番のインペリシャブルです。丸の勝と騎手とのコンビになるとスタートが速くなり、前に行く競馬で粘り込めるレースができる点からも今回もスタートが決まれば侮れない存在となりそうです。今回は3連複フォーメーションで1列目に12番のブリザフレスカを選びました。続いて2列目、3列目に7番広重ウェーブ、8番インペリシャブル、11番トランスナショナル、以上の3頭を選びました。最後3列目に選んだのが1番メルト、9番ロードランベルセ、10番名称シルト、以上の3頭を追加した3連複フォーメーション12点で勝負したいと思います。